で、俺は VIP ルームに行くんだな。VIP ルーム奥なんだな。これだね。ソオコラテラルという意味なんだろう。うわぁ、すごい。おっしゃれー。この本にはどういう意味があるんだろう。何の本なんだろう。ここの隠れミッキーはどこなんだ、そういえば。ちょっとわかんねえな。まあ、パッて見えないから。わかんないけど。なんだここ。本当に学校内か。ね、金のかけ方よ。でかい金庫があって、銀行みてえだ。さあ、突っ立って入り口を塞いでいないで、奥へどうぞ。それで、僕に相談というのは？なんか、学園長がね、10% じゃなくて、20% にしてくれないかって。それ言ったらどうなるんだろう、どんな反応してくれんのかな。めっちゃ面白いじゃん。言ってくんないかな、監督生。言ってくんねえだろうな、どうせ。下僕にしている生徒たちを自由にしてほしい。みんなから急ぎんちゃくを外してほしい。って言ってもいいね。利用したのはその急ぎんちゃくのみんなのわけだからさ。なんかこう、アズールからしたらちょっと損だよね。なんかちょっといい解決方法がないというか。なんだろう、なんかさ、急ぎんちゃくがあるままさ、多分これホリデーとかに帰るわけじゃん。親はなんて言うんだろうね。なんかついてるって思うのかな。あと学校で何してんのよ、つって。とりあえずちょっと自由にはしてくれよ。これはまた突然横暴なことをおっしゃいますね。いやね、別にわかるよ。俺も奴隷欲しいなって思ってた時期があるから。異常だよ。そのほら、それになるとさ、やっぱなんか南北戦争の話とか持ち込まれた時にね、アズルがいてどういう対応するのかとかちょっと気になるけどさ、南北戦争がなかったら、まあ、ちょっとね、もしかしたらアメリカはもっと銃社会とかにならなかったかもしれないしっていう、そういう、なんていうんだろうな、下僕とか奴隷とか、歴史的背景があっちゃうから、ちょっと、表現はもうちょっと柔らかくした方がいいのかな、なんて思っちゃうんですけどね。その辺、どうですかね。僕と契約した生徒、225人の解放ですって。そんないんの？もうなんかこの225人に呆れて物言えねえよ。一クラスが30人ぐらいだったかな。で、5クラスなんだよな。355で150だろ。で、3学年あるし、だろ？でも4年生はいないと考えて、450人だろ。半分じゃん。ちょうど半分じゃん。何それ。あ、そうじゃない。学校の半分は君の所有物ってことなんだ。それ考えたら、すごいね。なんか、いろんな意味で。225人？そんなに契約してやがったのか。半分はでかいよな、そう考えたら。今年はジェイドとフロイドが精力的に営業活動をしてくれましてね。はあ、なるほど。おかげさまでたくさんのお客様と取引させていただきました。はあはあはあ。さて、あなたは生徒たちを自由にしてほしいと言いますが、まあそれはなんだろうな、なんか俺は別にね 100% 自由にしろと言わないんだけど。僕は彼らに不当な労働をさせているわけではありません。ほう。彼らは契約書の内容に合意し、僕と契約を交わした。はあ。契約はかわいそうだとか、そんな感情的な理由で他人が口を挟めるものじゃないんですよ。まあ、年齢が若いからってのもあるんじゃないかな。なんかそれがね、社会の出た話だったら多分ね、そういうのあるかもしれないけど、君らやっぱちょっと学生だから多分そういう、なんだろう、感情論が出ちゃうんだと思うんだよね。つまり一昨日お越しくださいということです。それに関しては俺も思うよ。別にアズールが 100% 悪いかってさ、別に悪かないと思うし、その225人がなんかちゃんとしろってことだと思うんだよ。だったら自分も取引します。バカかこいつ。バルガスキャンプの時といいバカだね。取引すればどんな願いでも叶えてくれるって聞きました。なんで自分からさ、なんか、身を売ろうとするんだろう。どの選択肢もなんか嫌だな。別に、話聞くだけだったし。まあ、そう思ってらっしゃるんですねっていう気持ちを聞いたら僕それで十分なんで。あと、学園長が、売り上げの 30% よこせって言ってましたよ。おい、お前何考えてんだ。俺が言ってんだよ、それ本当に。何考えてんだって俺が一番言いてんの。ほう。僕と取引をしたいと。
全然したくないんだけどね。ごめんね、アズル。全然したくないの。面白いことをおっしゃる。ね、面白いことをおっしゃってるよね、これね。小エビちゃん、度胸あるじゃん。いや、俺全然その気ないのよ。あなたが僕と取引したいのは分かりましたが、しかし困りましたね。確かあなたは魔法の力をお持ちでない。はい、持ちでないっていうか、この世界に来る予定もなかったんですけど。美しい声もなく、おっと、一国の跡継ぎというわけでもない。本当にごく普通の人間だ。何、一国の跡継ぎって、どんなレベルの話してんだお前。美しい声もなくて、そこそこ失礼だなお前。お前そんな、お前いい声してるもんな。この世界の人に全員いい声してんだよ、腹立つな。もう何なんだよ。それだけ大きなものを望むのでしたら、相応の担保が必要です。あ、俺何も思って、あ、学園長いいよ、学園長と年の権利書でいいじゃん。もうこれ学校の話なんだからさ、学園長の土地の権利書でいいじゃん。な、ダメなのかな。それでいい、それでいい、多分言うと思うんだよな、アズルも。担保だと。例えば、あなたが管理しているオンボロ領の使用権とか。あ、俺オンボロ領自分家とか言ってる人、別に管理してるの学園長だから学園長に言ってくんない。オンボル寮って学校のものじゃん。別にお礼が管理してるとかじゃないでしょ、あれ。衣食住とかってあれ、なんだかんだあの学園長がやってるやつでしょ、あれ。知らんけどさ。あ、てめえら、最初からそれが狙いで。あ、ていうかあれだね、綺麗にした後ってわざわざなんかオンボル寮持っていこうとすんだね。それずるいよ。だってどうせ綺麗にしたのお礼でしょ。それずるいよ。な、その話なった。お前引っ込んでろ、おめえよ。なやろ。全身あれだけど謎の生物が、あ、アバだらけなんだ。いつかそこにいたんだお前は。もうこんな生活嫌なんだぞ。俺様の毛は食洗機じゃねえってんだ。そう、アズル、ちょっと一つお伺いしたいんですけど、グリムをあの皿洗いに使ってるっていう時点で衛生面的には大丈夫なんでしょうかね。保健所とか来るぞお前。グリムさん、従業員が仕事をサボって立ち聞きとは感心しませんね。でもちょっと可愛いと思わない？でっかいドアにさ、70センチの毛玉がさ、耳こうやってこうやって聞き耳して、こうやって難しい顔して聞いてんでしょ。可愛いじゃんそれ。フロイド、つまみ出しておしまいなさい。はーい。鍋にしていいよ、あと。まあまあ待ちなさい、二人とも。唯一の寮生であるグリムさんがこうおっしゃっていますよ。うん、別に関係ないんで。だって関係ないじゃん。なんで俺がさ、その助けなきゃいけない理由、何義理ある？何、俺ひどいこと言ってんのかな。てめえのケツはてめえで拭けよっていう気持ちしかないからさ、俺は。学園長もなんかさ、結局なんか締まりの悪いこと言って立ち去っちゃってさ、ビシッってやついねえのか、ビシッってやつ。隣のジャックぐらいだよ、まあ、唯一ちゃんとしてるやつがさ。なあ、どうすりゃいいんだよ。この野郎。どうします、オンボロ寮を担保に僕と契約なさいますか。ていうかつな、オンボロ寮担保にしたところじゃない、あれクソ汚ねえよ。あと言うとけど、クモの巣ひでえし、アリ白アリすげえ食ってるし、ゴキブリ絶対出るし、あんなの担保になる土地。あ、分かった、俺が序盤の頃に言っていたオンボロ寮を壊して新しい建物建ててみたってやつやるんだろう。ま、うーわ、こっすいわー。それ俺も参加させてくれんかな。こすいはそんなことするん。助けてくれ。でもだ、自分で撒いた種じゃねえか。お前はそれに頬乗っかったってことなんだ。そ、てめえの責任だろな、グリム。俺なんか間違ったこと言ってるか、グリム。なあ、ちゃんと元よりじっくり勉強していればそんなことになんなかったよな。な、俺どっちが間違ってる。おい監督生、やめとけ。どうせこっちが不利な条件での契約に決まってる。いや、俺もやめたいんだけど。条件聞きたいってなんか言ってるんで。その潔さ、気持ちがいいですね。監督生どういう気持ちなの今、わかんない。お前本気かよ。いや、本気じゃない、本気じゃない、全然本気じゃない。この契約の達成条件は、はあ、終わんのかい。気になるな、なんで達成条件。